して打席には柳田が入ります。さあ一打同点のチャンス。序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですね。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。ジャストミート、入った、逆転ツーランホームラン。素晴らしいバッティング、白球が高々と舞い上がりました。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。逆転に成功しました。この回の西武ライオンズ2対1になりました。簡単なボールじゃなかったんですけどね、それを見逃さないのはさすがですよね。